はい、どうも皆さんこんにちは、かけまるです。今回も引き続きトラウマトラウム水眼の人形実況プレイやっていきたいと思います。ね、こんな感じでリズミカルな笑い声とともに、またお送りしておりますが、前回ね、最後、無事あのカメレオントリオ3人の弱点を開示しまして、あの見つかりがかかってたね、あの扉の中に入ったところ、こんな感じです。やっていきましょう。とりあえずはここにいるカーム君に話しかければ。あ、おい、なんで黙ってんだよ。少しは反抗しろ、バカ。泣いてちゃわかんねえんだよ。うん。お、あの黒い影が。あ、跳ね返された。嘘、危ねえ。今の針はセーフなの？まだ？これ攻撃しまくんなきゃダメとか？ダメだ。どうすればいいの？待って。これ左は？あ、関係ねえ。あ、そうか。これで開示しなきゃいけないのか。怖い誰か。誰？え？カールヒエモン。おお！正解だ。あ、変わった。えい。ほら、マル。もっと蹴ってやれよ。絶対面白いから。ほらほら。わかった。おい、もっと泣いてみろよ。そしたら返してあげるかもね。泣いてみろ。うん。やっぱり、過去、いじめてた話だよね、多分ね。えい。オッケー、完璧。怖い、誰か。まあ、これは、マール君。返して。お願い、返して。あの子がいないと。何？声が小さくて聞こえないな。返してほしい？お前のだって？何それ、証拠でもあんの？ふん、ないよね。あるわけないよね。これあいつが拾ったの。だからあいつのもんなの。いくらでも蹴っていいんだってさ。その顔面白いな。あいつに報告してやろうと。結構残酷ないじめ方するね。いっ、完璧。危なこう、ダメね。さあ、これがレオン君だな。さあ、ほぼほぼ終盤に差し掛かってきたような気がする。あ、入った。あ、おい、どういうことだよ。やめるだって？誰だ？あいつの人形どこやったんだよ。ずっと泣いてるじゃねえか。いくらなんでもやりすぎだ。寄ってたかって女子をいじめてるだけにしか見えねえ。気分悪いんだよ。俺は降りるからな。は？お前僕に逆らうっていうのか？ああ、そうだとも。相棒、お前のことは信じてえけどな。さすがにもう見てらんねえんだよ。あ、この三人、あ、別の誰かだったのか。カームがやらないなら、僕もやらない。マール、お前、さっきまで僕の言うことを聞いてたじゃないか。もう関係ない。僕決めたんだ。そう。誰なんだ？俺ももういいや。せっかく面白くなりそうだったのにな。あんなに大事にしたら、あんな大ごとにしたらバレるに決まってんじゃん。大人に聞かれた時は、お前一人でやったって答えるからね。俺は見てただけだし。人形盗んだのも、隠したのもお前だし。全然関係ないよね。ねえ、リーダー。レオン、この野郎。なるほど。あの三人以外にリーダーがいたのか。怖い誰か。誰？リーダー。トラウマを一つクリアした。記憶の蓋が開かれた。誕生日おめでとう、フィネ。お人形。かわいい。
そう、お人形。かわいいだろう。はい、どうぞ。かわいい。いや、フィネちゃんもかわいい。喜んでもらえてよかった。軍の遺品整理の人が送ってくれたんだ。え？お父さんが最後まで大事そうに抱えていたって。お父さんからの最後のプレゼントだから大事にしようね。うん、そうだ、名前どうしようかな。ミル。今日からあなたはミル。よろしくね、私の大事なお人形さん。どこ、ここ。あ、そうか、トラウマをクリアしたから普通の世界に見えるようになったってことか。あー、戻ってきた。九段の盗難事件が大進展。なんと犯人はカームじゃなくて同室のレオン・ウェストマンだったんだって。あ、やっぱバレたんだ。しかもわざとカームの靴を証拠に残して濡れ衣を着せてたんだとか。あー、バレちゃった、ついに。でもそれ言ってたのあの黒髪だろ。信用できるのかな。あ、ルカ君か。もういいじゃない、面白ければ嘘でも何でも。ひどいな。食堂はきれいに使いましょう。あ、入れる。あ、この例の傷がついてた食堂か。なるほどね、こんなマップだったんだね。めっちゃスムーズに来れるようになってる。棚が置いてある。うん、鍵かかってる。鍵かかってる。ダメか。レオンがね。まあ、あいつならやりかねないよな。あいつ今は真面目ぶってるけど、そっち方面は本職だろ。納得だよ。あー、なんかちょっとやっぱ悪いことするタイプだもんね。お、なあ、おい、九段の事件、犯人はレオンだったって知ってるか。その件で、あのさ、レオンのやつに会ったら伝えておいてほしいんだけど。その話を聞いたマールがものすごく怒ってて。まあ、でしょうね。うわっ。ああ、ほら、めっちゃ怒ってるよ絶対。ウェストマンはどこだ。めっちゃ怒ってるよ。ああ、レオンを見た。見てないです。あ、いたぞ今。めっちゃ焦ってるぞ。あ、食堂逃げたね。これ教えてあげるべきなのか。で、セーブしとこうか。セーブ。あ、回復あるけど今いいか。あ、これはさっきのやつか。さ、めっちゃ回る動き回ってる。カーム。あー、ちょっとショック混じりな感じですね。どうやって殴ったら壁崩れんだよ。回る大丈夫？レオン・ウェストマンはどこだ。レオン・ウェストマンはどこだ。が、やばいじゃん。レオンを見た。ない。そう、見たら言え。ひえー、怖えー。あんな感じなの。あ、そんな縫いつぶされてる。あ、なんかうっすら見えるぞ。ちょっと待って。あ、わかんねえ、なんとか。あー、見えねえ。はい、ハイドウェ、わかんねえ。全然見えねえわ。さあ、部屋の中特になんもねえかな。これなんだ、手紙が置いてある。汚くてとてもじゃないけど読めない字ね。ダメか。この辺とかには特に何も。ダメかね。うん。あ、そういえばここ、結局、あ、日用品が置かれてる。くしゃくしゃになってメモが落ちてる。バーカ。誰宛てのバーカそれは。どうしよう、とりあえず話しかけに行ってみる？あいつ。あ、ラインハルト・ベルナー。ラインハルト君って、なんか、あれだっけ？前回ぶつかった子だっけ？あれ違ったっけ？
あ、そうだそうだ、前回ぶつかった子だ。うん、特にまあまあこれから関わってくるのがね。とりあえず話聞きに行こうか。黒髪の野郎、畜生、絶対に俺は悪くねえんだ、俺は何も。なっ、びっくりした、いつの間に入ってきたの。逃げて。は？何慌ててんの。死ぬわよ。そんなに、あ、まあまあまあ、壁殴って、壊せる能力ある人の殴る、あのね、拳をもろに食らったら死ぬ可能性はあるね。なんだそりゃ、俺みたいなドブネズミがそう簡単に死ぬわけ。あ、そういう感じの自覚的なものはあるんだね、一応。あ、嫌な予感がするね。あ、来たね。な、何？なんか文句あんの？レオン、不正入学ってのは本当かよ。だから話さなかったのか。ふん。なんだよ。俺がどんな方法で入学しようと、俺の勝手でしょ。お前には関係ねえし。ああ、あれ？隠し事はなしだとか、そういうやつ？鬱陶しいんだよ。お前な。そういうことじゃ。あ、やばいね。怒りに任せた暴君がやってきたね。レオン、よくも裏切ってくれたな。俺は謝らないからね。大体お前に言われる筋合いは。粉みじんにしてやろうか。ごめんなさい、下ろしてください。早い早いよ、手のひらもくるくるだよ。落ち着け、マル。でも、そうだ、人を片手で持ち上げるな、この脳筋野郎。またくる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 。いいから一旦下ろせ。レオン、歯を食いしばれ。え？って、何すんだ。本気で殴ったんだよ。よし、本気で殴ったからすっきりした。すっきりしたからこれでチャラな。は？カームはいつも甘すぎるんだ。俺がすっきりしたっつってんだからもういいんだよ。なんだそれ。おい、グズグズするな。今日は俺たちが食事当番だ。待てよカム。悪かったよ。チャラっつったろ、蒸し返すな。まあそう、じゃあいいよ。後で覚えてろよ。こわこわこわ。ダメだ、あれ絶対裏でボコボコになるやつだよ、あれ。はえー、大丈夫かね。もぐもぐ。あ、かわいい。おい、こぼしすぎだ。もっと静かに食えよ。お前の歯。食いながら喋るな。はい。いい返事だ。あー、これ萌えポイントじゃない。僕、素直が取り柄だから。カームの作る飯が一番好きだ。ちゃんと腹にたまる。お、どんどん食え食え。
まだまだあるぞ。おい、男の友情が垣間見えた。いい話だった。で、俺はどうすればいいんだ。出ていいのか。お、第3章、剥奪の王子。きたー、第2章は今のでよかったんだね。あ、そうだよ、リーダーがいたじゃん。まだ完全に忘れてたね。あ、今の、え、違うかな。行ってみよう。あれ、ああ、いけたいけた。うわー、いなくなってる。この先、ベル空城どっち、に進んで、どっちに進んでもいいよみたいな感じかな。じゃあ右で気分的に右で。あ、なんで今の音。あー、めっちゃ左、めっちゃ、何あれ何あれ、めっちゃ左出てるけど大丈夫。あーあー、危な、危ねえ。あれ左行ってたら終わってたんじゃないか。あ、やっぱいる。前方から風が吹いてきた。うん、あれリーダーだよね、多分。カメレオントリオの元リーダー。多分小さい頃に仲たがいした感じっぽいけど。五条、そういえばこの町にもあったんだっけ。中世の頃、この辺りの王様、漁師様が住んでたお屋敷。へえ、すげえでけえ。どうしたの。この景色、見覚えがあるような。何、またもうそういう感じ。うお、びっくりした。うぐ、ここにもトラウマがある感じが。左右何もない、情け。じゃあ行こうか。結構セキュリティガバガバだね。うわ、案の定。あ、セーブしとこ。セーブ。うわ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 、王座でも絶対王座ではないな、これな。こんな、こんなちょろい作りじゃないね。よいしょ。あ、危ない。あ、開かない。鍵かかってる。これ左右、これ部屋か。あ、違う。あ、やべ。あ、大丈夫か。あ、オッケー。ちょ、できるだけ倒さないできて。めっちゃ鍵かかってる。美しい像は、優しげに微笑んでいる。なんで今優しげちょっと戸惑ったし。どうすればいいんだ。あ、これ階段か。あ、ちげえ。なんだこれ。階段は崩れてる。ジャンプしても届かない。ダメかね。斧があるね。取れない。オーノー、なんでもないでーす。あ、これか。これ押すパターンじゃないこれ。押せ、痛いし。こう押せないこれ。あ、開示。あ、開示。危ないし。ダメか。開示してもダメか。ダメか。どうしようかな。待って、こっちの像は？あ、やっぱ優しげに微笑んでんね。待てよ。ここは？ダメか。こっちの階段明らかに行けそうだけどね。困ったな。いて、ちょっと攻撃させて。オッケー。この像は特に何も微笑んだりはしてないのか。困ったな。開示でもダメかね。鍵かかってんの？情報、特に何もね。とりあえず全員倒してみる、これ。えい。待て。違う。えい。オッケー。あ、なるほど。全員倒さなきゃいけなかったのか。なんだ？できた。あ、かわいい。いつもの優しいおばあさんにリボンをもらった。だから、あの子につけてあげた。うん、やっぱりかわいい。ねえミル、リボンとっても似合ってるね。そう褒めるとあの子は嬉しそうに微笑んでみせた。思いのこもった人形なのか。あ、どこで鍵の開いた音がした。もうめっちゃ親切。めっちゃご丁寧に。どうも。ちょっと回復させて。ありがとう。ご丁寧にどうもね。ちょ、こっちね。あ、怪しいね。うわ、めっちゃ動いてるね。えい！いて！
あれダメだ。えい。どう？オッケー。お、記憶をたどっていく感じか。ゼラニウムって言うんだっけ。花壇の片隅に並んで咲いてた二つの花。なんとなく眺めるのが好きだった。大きな花と小さな花が寄り添って咲いている。それがお兄ちゃんと私みたいで。ふとお兄ちゃんの口癖を思い出した。二人でいれば大丈夫だから。でもこの古城でフィネちゃんの記憶があるってことは、もともと住んでいたのはフィネちゃんだったのか。何今の、何、え、何だったの今の。ちょっとやめてよ、怖いから。左は、なんかさっきと違ってなんか矢印の色が暗いよ。もうそれだけで怖いもんね。一つちぎられてる。寄り添うように咲いていた隣の花は寂しそうに取り残されていた。あ、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 なになになに、キモ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 、いやダメ、痛いし、痛いし。あ、倒せる、よいしょ。吐きの入った音がした。もう早く出よ、早く出よ。もう、あ、まだいるし。なにこい、もう、なに、ちょっと待って。気持ち悪い、マジで。なんか芋虫みたいじゃん。開かない。鍵開いたんじゃなかったの？あ、閉まってたのか、もしかしてさっき。えい。よしよし。これ、走りながら食らわすといいわ。えい。ほら。えい。あ、ちょ、ちょ、そうでもねえわ。えい。えい。オッケー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 。あ、ダメ？ダメかね？待って、開示。ダメか。うーん、待てよ。あ、座ってたはずのミルがいない。あ、開いてる。ちょ、セーブ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 、行きましょう。追いかけなきゃ。もういつ攻撃飛んでくるか分かんないからさ。うわ、何これ、気持ち悪い。あ、セーブあったし。セーブ、何これ、人形。さあね、この森のどこかにあるかもね。こんなところで何してるんだい？すぐに引き返しなさい。うん。あ、この回復ちゃんたちはあれなんだね。フィネちゃんだと見えないんだね。お嬢ちゃん、森は危険だから入ってはいけないよ。え？盗まれた人形を探しに行くって？ダメダメ。子供は家でおとなしく休んでな、寝てなさい。ごめん、今ちょっとなんか喉がうってなった。たまにない、なんか長々と喋ってる急にうってなること。おとなしく寝てなさい。そんなこと言われてもな。右はいけないか。あれ、さっきの森だね。う、臆病者には死を。これ左に緑。うわー、ですよねー、ですよねー。あ、待てよ、臆病者には死をってそういうことかな。こっち行けってことか。よいしょ。こっちに向かってくる感じじゃないんだね。この間を通れってことだね。危ない危ない危ない。オッケー、オッケー。いいんじゃない？あ、あ、これか？あの子につけてあげたはずのリボンが落ちている。ボロボロになっていて、ひどいやりさまだ。そんな。うわ、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。ちょ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 、待て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 。見られてる。たくさんの目。誰かの足音。追ってくる。助けて。いや。追うしかないのこれ。おお、めっちゃ来てる。待って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 。ダッシュとかないから、ダッシュとか、あ、で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 、待って、ダッシュとかないからさ、あ、誰だ？あ、お兄ちゃん、あ、待って、今お兄ちゃんだったでしょ、今の。
突き飛ばしたら追ってこなくなった。あ、何かが転がっている。何なのこれ。私じゃわからないのかも。嘘。どうしてここに。お兄ちゃん、やっぱり。そうだ、思い出した。大事なあの子がいなくなって、きっと盗まれた。だから探した。暗い森の中を一人で。そしたら誰かに追いかけられて、怖くて怖くて突き飛ばしたら、そしたら見つかってよかった、フィネ。怪我は。もうやめて。もういや。思い出したくない。こんなの。ダメ。逃げなきゃ。どうしよう。どうしよう、ちょっと。フィネ、どうしよう、これ置いてって正解か。いやちょっと待ってよ、セーブさせてよ。あー、もう戻れなくなってる。うおー、待って、これどうしよう。フィネちゃん置いてきちゃったよ、トラウマの中に。あれ、追いかけられたと思ったらついてきてくれてたお兄ちゃんだったってことか。あ、これ、瞬解凍した。どうしよう、とりあえず。うわ、めっちゃ来てる。出なきゃ。なに。うわ。まだ来る、まだ来る。まだでもトラウマの色のままだね、この周りは。追ってこなくなった。フィネ、置いてきちゃった。いや、絶対ダメだったよね、あれ。いた、ひねったのかな。どうしよう、歩けないや。リリー、あ、服汚れるぞ。ルカ、それ気に入ってるんじゃなかったのか。そうね、そうなんだけど。ルカ君マジ紳士じゃん。実はさっき足くじいちゃってうっかり。どうした。え、だから何があった。あ、この先の古城が。古城？古城に目みたいなのがたくさん現れて、怖くて逃げて。街が変なの、みんな変な姿に見えるの。フィネのトラウマが具現化した姿に。お願い、信じて。本当なのか、ルカ君目が。うん、そんな非科学的な。
何なんだこれ、現実なのか。ルカ君にも見えるようになった。なるほど、そういうことか。お前擦り傷だらけだな。本当にお前は怪我の達人だな。待ってろ、こんなこったろうと思っていろいろ持ってきたんだ。マジ？マジいいやつじゃん。消毒とひねった足は包帯で固定してやるよ。おお。消毒。あ！なんだ突然動くな。私フィネを置いてきちゃった。助けに行かないと。消毒しないと。おい待てよ。カリフラワーみたいな顔色して帰ってきたばかりだぞ。あ、真っ白ってことね。また行くのかよ。当たり前でしょ、フィネが取り残されてるんだから。一人でか、逃げ帰ってきたんだろ。でもお前は相変わらず友達友達って向こう見ずに突っ走る。何よ。仕方ないから俺も一緒に行ってやるよ。お前一人で行ってまた怪我されてもこっちが困るしな。うん。おお、ルカ君が仲間になった。さてもう一度あの場所へ行くぞ。ん、回復ポイント、また仲間が増えたね。知ってると思うけど、ルカ・レッツェルは傷の手当てが得意なんだ。彼が同行している場合に出現する特定ポイントではルカに体力の回復をしてもらえるよ。おー、ありがてえ。セーブしよう。セーブ。さあ、じゃあちょっと今回長くなっちゃいましたが、今回はこの辺で、あ、かっこよ。もうかっこいい。ちょっと今回はこの辺で終わりにしたいと思います。あ、めっちゃ、20? その代わり攻撃ができねえのか。もう盾にするしかねえな。じゃあ今回はこの辺でということで。いや、ルカ君が仲間になったけど、ちょっとフィネちゃん置いてきちゃったのがだいぶ悔やまれる。いや、でもあれもう近づけなかったから、多分置いてくるしか、多分方法はなかったんだと思います。じゃあ次回、早速ね、ルカ君を連れて、フィネちゃんを助けに行きたいと思いますので、じゃあ、また次回もお楽しみにということで。バイバイ。